お世話になります。ひとりでございます。今現在サトシのピカチュウが8種類順次配布されていると思うんですが、その最新版の情報が公開されましたので、今回は共有させていただきたいと思います。で、今回は新王キャップのピカチュウがゲットできるとのことです。これで4種類目ですね。多分新王だから死という意味の4種類目ってことなんですかね。早速受け取っていきたいと思います。やり方につきましては、普通にいつも通りですね、不思議な贈り物からわざわざ説明する必要ないと思うんですけど、不思議な贈り物を受け取るでシリアルコードで受け取るですね。今回のシリアルコードちょっとよくわかんない感じになってますね。まあ、とりあえず始めは V0LTTACKLEP1KA ということで、ボルトタックルですから、ボルテッカーのことかな、多分その英語名称なんじゃないかなと思いますね。で、それでピカということで、ちょうどこっから多分ボルテッカー導入されたってことなんですかね。確かに私アドバンスジェネレーションでもうアニメやゲームに一旦触れない期間がもう10年ぐらいあったんで、私つい最近までボルテッカーっていう技すらねあんま知らなくて、私にとって新しい技ですので、ボルテッカーを初めて覚えたシリーズなんじゃないかなと思います。まあどうでもいいけどね。はい、オッケーで、はい、新王キャップのピカチュウでございます。受け取っていきましょう。はい、ピカチュウの雷のごとくストーンと落ちてきて、それで開きました。はい、これ登場ってかこれさほとんどさ前回のやつの色違いじゃね。ピカチュウ受け取りましたとなりました。オッケー。はい、じゃあ見ていきましょう。防御ダメかもですね。かなりいい、すごくいい、まあ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 すごくいいと、4マーですねこいつは。マジかよ、そんな個体値は良くないっすねやっぱ。はい、ということでちゃんと親サトシのねピカチュウですね。でレベル25で押す、これは前回からの全部一緒ですね。でやっぱ見た目見ますと前回のやつほとんど変わってないっすよね。ほんと色違いなだけなんだここ。前回の見てみますとこれですよ、ほとんど変わってないですよね。ただ緑が水色になっただけっていう、だからここのシリーズ若干手抜きだったってことなんかなそれ以前はね大きく変わってましたからね、まあ、ちょっとよくわかんないですけど。はい、じゃあ次見ていきましょう。特性は静電気で、静電気を体にまとい触った相手を麻痺させることがあるっていうね、全く一緒ですね。読む必要ないですね。ジマボルト電光世界安定るエレキネット、ここも全く一緒ですね。ボルテッカー覚えてねえのかよボルトアタックなのに、なんだよそりゃ。頑張り屋な性格でございまして、2021年3月24日、これ間違ってますけど、ポケモン番組でレベル25の時に運命的な出会いをしたようだになっております。ここも全く一緒でございますと。はい、それで、クラシックリボンですね。ポケモンが大好きなことを証明する記念リボン、もうこう読むまでもないですね。つけた時の名前ポケモン好きのピカチュウでございます。まあそんな感じでね、もう全く一緒の内容でわざわざ説明するまでもないんですが、まあ、ピカチュウね新たに1匹ゲットできるようになりましたので、皆さん受け取ってみてください。でこれでようやく半分終わったのかな。なので残り4週でねまだまだいますので、まあ、また順次ね私の動画で、まあ、シリアルコードねまた動画上げようと思いますのでチェケラしてください。ピカチュウだけで8種類のダジャレは絶対思いつかないんで、普通に終わりにします。バイバイキーン。